ベニです。サキコです。サキコ、最近どう？私の近況っていうか、その声何？気になった。すごい気になる。私と同じトーンにもなってるよ今日。そう、ちょっとね、歌いすぎてて最近、歌う場面が続いたのと、先週子供の風邪をまんまとギフトされI got sick. I'm recovering. ちょっと復活はしてほぼしてるけど、声が若干まだガラついてる。 Is it sexy? セクシーだし元気そうだよ。 Let's cheers and thirst. ちょっとクリにちょっとチアーズ、もうちょっと明るくチアーズって言われたから可愛くチアーズしよう。私たちのチアーズって本当にバーで Hey cheers みたいな、やっと今週もあったみたいな。結構リアルチアーズやってたよね。まあ、そうだね。ちょっとじゃあキラキラチアーズ。 OK OK チアーズ。こんな感じ。クリこれ OK。 さあ今回はなんと、はい、資生堂ザ・銀座さんとOTV がコラボレーションすることになりました。 The 銀座。 The 銀座。 銀座って言葉外人大好きだよね。ずれるけど話が。銀座って曲名とかなるぐらいさ、なんか日本の象徴的になってない？東京より銀座って聞かないのか。え、やっぱ東京じゃない？銀座って聞かないっけ。でもちょっとハイレベルなラッパーの曲でもしかしたら今後銀座もう原宿じゃないよね。そうかもね。Y2K らへんは原宿って感じだったけど、そうそう、銀座かもね。そんな銀座と関係ないんですけど、すいません。そう、そのザ・銀座の方とお会いするきっかけがあって、その時にあのオーバーザバブリー聞いてるんですって、ファンなんですって言っていただいて、嬉しいね。嬉しいじゃん、うん、なんか友達とかその周りじゃなくって、なんか全くあの面識ない方に言われるとすごい嬉しいし、うんうん、本当ですかって盛り上がって。私もあの実はシーズン1を終えてからすごい言われるようになったの。うん、私も。嬉しいよね。この前カフェでも言われたんだよ私。え、なんて？オーバーザバブリー聞いてますってね。一緒にいたんだけど。そうだから Are you Saki みたいな。そう、ベニのサキみたいな。Big and famous。 そうそうそう、だからそういうような、そうきっかけで、じゃあ何かできるといいですねって言って、コラボレーションが実現したの。いや本当、私はザ・銀座に関しては、さっきこうから聞いて初めて知った、あのこのライン自体、なんかスキンケアってもうベニがオタクだから、ずっとベニから私はいろんなほら商品とか、いろんなものを紹介してもらってきたって多分前にも話したことあるんだけど、なんかザ・銀座は私あのそうお会いしたから、そっから使うようになって、それこそもう旅行とかもう絶対もう欠かせない存在になって、そしたらベニがそれ何みたいになって、え知らないのみたいな。そう、 YouTube にねあの Vlog で載せてた時に、もうこのすごい気軽な美容液1本ずつ朝晩で使ってますっていうのをすごいアピールしてた時にめちゃくちゃ気になった。で、その後一緒に旅行行ってそれを持ってきてて、そう、こっそり使ったの。あ、こっそりだっけ。え、もうすぐ使うんだよね、もう目に。もうしかもさ、ワンプッシュじゃなくて3、4ぐらいするじゃん。ちょっと待って、ちょっと待ってって持って、その美容液なんですけど、はいはい、このザ・銀座エッセンスエンパワリング、もうエンパワリングっていうのがさ、まあ、私たちのさ、ちょっとポッドキャストの延々のテーマでもあるさ、ウーマンエンパワリングとつながってくるから、今からもうビビビってきたよ、これ聞いた。このもうどう見てももうなんかプレスティージ、プレスティージを、ベニーがさっきプレステージって何って言ってたよね。そう、ザ・銀座のね説明を詳しく読んだ時にプレステージスキンケアブランドって書いてあったのね、で私はあのプレステージって思ったのね。要はだから何かに向けての次の段階へのファーストステップみたいな、何に向けてなんだろうと思って今日そう聞いたら、あの最高峰っていう意味ですって言われて、おプレスティージってなって、プレステージ、プレスティージ全然違うね。これ全然違うからね。
いや難しいね、あのカタカナ英語って、はい、っていう感じでプレスティージュースな、うん、最高峰の美容液ってことですよ。最高峰なプレスティージな美容液なんで、そんなプッシュしないでって思ったけど、もうバババってやるじゃんいつもちょっとって知らなかったもん。そういう、そう、贅沢使いよね。贅沢使い好きだよね。もうクリームもギューってもうさ、もうさ終わっちゃうぐらいやるじゃん、うん、この美容液って言ってももう本当に他を何もつけなくていいから、もう マルチ、もう肌を一回そのファスティング的なことをして、ちょっと初体験だったよ、これに関してはびっくり。ファスティングってワードいいなと思った。あの期間を決めて、なんか思いっきりちょっと委ねてみてどうなるかっていう、ちょっとプチ実験をしてる感覚、うんうん、それってすごい私の中で大きいと思うな。いろいろ使っちゃうタイプだから、いっぱい使うし、とにかく乾燥をさ本当に避けたいから、もうなんかそこに疑い入るともう絶対にうんってなるでしょ、うん、もうミストスプレーどこみたいなんかパッケージもそうだし、すごいあのサキコっぽいと思う、私っぽい、うん、でもこのすごいシークアンドミニマル、うん、これもう美容液持ってる時大好き、なんか分かる、音といい、分かるあのカチッみたいな、そう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 、もう調子いいよ、でもすごくこれじゃないやっぱ、うん、なんかね、我慢してるから我慢しよう、もうちょっとちなみにベニの究極な贅沢な時間は何ですか？え、贅沢な時間？いやもう時間があるなって思うことが贅沢じゃない？そうなるよね、子供いるとね。あの何しよう今日みたいな、うん、マインド、うん、にたどり着けた時って、うわ贅沢だわって思う。あでも分かる、今日何もない、確かに、え何しよっかなっていう、だから昔で言う暇、うん、学生の時の暇ね。そう、あの時間を手余しててどうしようっていう、あれが今の私の贅沢。だから学生に戻りたいとかみんな言うのかな、うん、学生の時に戻りたいって、それもあるのかもね、うん、あの時にしかないよそれはっていう風に分かっちゃったからね、うん、今ね。学生の時私あの帰ってきていつも昼寝してたんだけど、そういうことだよね。あ、昼寝も贅沢だね。昼寝シエスタ、ね、おじいちゃんでも年取るとシエスタ始まるよね、またこのポッドキャストでも何回も言ってるけど、もう中学生並みに Mine? Is that me? I think that's yours. That's definitely you. It's not. あれ？お休みモードだもん。うっす何これすいませんほらだから贅沢だよね、このあのならないのも贅沢確かにもういつもね常になってるし、おいこっち向いてこれやってこれあの提出してこの歌早く歌い終わって早くレコーディングしたら、うん、リリースしてみたいな、もう何かにいつもね追われてるから、嫌いじゃないけどやっぱりそのね、ちょっとした何でもない時間が本当に贅沢に感じるようになった。 Time is money, time is really money. 私も言おうとしたのがやっぱ時間が、うん、時間を変えることが今贅沢だと思ってて、例えばえネイルとかも家に来てもらうとか、マッサージも家に来てもらうとか、うん、準備してどっかそこまで行って戻るのにもう2時間ぐらいかかるじゃん全部トータルで、うん、それがその2時間があったらって考えると、なんか出張が贅沢かな。贅沢の感覚が本当に変わった、うん、変わらなかった。多分コロナでみんな当たり前のことが当たり前じゃなくなるビッグなイベントというかタイミングだとちょっといろいろ見直すじゃん。そうだね。私の場合はね、あの外でマスクをしないでサングラスをかけるっていうのをすごい贅沢に感じてるの。あー、わかるわかるわかる、分かる。確かにもう、うん、だってフリーじゃん。フリーサングラス大好きなのね。なんだけどマスク時代は曇るじゃん。曇るし怪しいしね、見た目そうね、うん、そこじゃない、ね、できなかったのって。だからもうそれでずっと封印してたっていうか、ほこりかぶってて玄関に、でやっと最近こう好きなのをかけて歩き回るみたいな。贅沢贅沢、うん、まあ、ファッションをフルに楽しむっていうとこだよね。それそれ究極の贅沢したいね、一日。
なんかさっき言ったみたいに、なんだっけ今日何するんだっけみたいな。確かに下手したらもう本当に朝から晩までだったら何見よっか。あ、この前やったので、この前やった。ただ見てみたいな。この前やった。やった。うん、最高に幸せだった。うん、でもそこで私幸せって思えたら、うん、それでいいよね。そうだね。うん、私は毎朝自分のエスプレッソマシンでオーツミルクラテを作って持ってきて、うん、飲みながら仕事するのが最近幸せ。美味しいからさ、自分で作った方がもうよっぽど外より。うん、それでその時間もいいし、うん、このトントントンっていうのとか、音楽も最高じゃない、いい音楽を聴きながら窓開けて風入ってきてコーヒーとか最高だよね。それもう本当にそれだけでいい。自分でこうちゃんと調節すれば、うん、それもだから音楽聴く時間もだからそれでやってる。私もやっぱ音楽をいつでもどこでも聴けなくなっちゃったから、うん、だからそれも時間を割いて、よし今日はこの曲アルバム聴こうとかへっていう風にやってる。もう全ては時間だったっていうね。そうね、タイムイズマニーで、うん、タイムイズマニーってやるかっこいいかっこいいかっこいいね、はい、じゃあタイムイズマニーで、はい、チェアしよう。タイムイズマニーちょっと待って、プレッシャーだわ。Just ちょっとごめん、その声ダメだよ。なんでThis is me. じゃあ cheers to that. Time is money. Cheers. 全部言うの。Time is money. Cheers. Do you get that?